さあ、鹿児島県阿久根島でやってきました。これ阿久根駅めちゃくちゃおしゃれやね。すごい、なんか空とのコントラストがめちゃくちゃいい感じ。しゃれとるか。今日はですね、照り焼きチキンですね。薩摩赤鶏使用。ちゃんとこの中にほらペロ入ってます、ね、これにスープとドリンクがついて、1080円となってます。ありがとうございます。これは鹿児島の赤鶏なんですね。あ、そうですね。鹿児島お肉美味しいですよね。ありがとうございます。豚も美味しいし ね、有名です。ありがとうございます。自信持ってますので。はい、これ阿久根駅もめちゃくちゃ綺麗でですね、その中に入ってます。駅いつ綺麗になったんですか？ちょうど8年ほど前ですね。そうなんですね。8年前に改装が行われて、この形に、あ、なるほど。昔のですね、はい、昔の駅知らないんですよ。昔の駅がですね、館内にある写真もあるんですけど。 あるの見たい。昔は吹き抜けで、へえ。それではいただきましょうかね。さあ、これガブッといった方がいいじゃんね。これちょっと待って、でかいよ、めちゃくちゃ、めっちゃでかい。ちょっと待って、あ、でもこれついとるやん。これ多分ね、かぶったらなんか出てくるよ。ちょっと待って、かぶったらいかん、切ろ。ちょっと待って、このチキンがメインやけんね。こういう系統ね、何回かね、かぶって出てきたじゃん。これ食べにくいですよね、かぶったらね。そうですね、絶対に出てきますね。ですね、うん、ちょっと大きめなので、ぜひナイフなど使われて、ね、めちゃくちゃ大きいですね、これ。ありがとうございます。いただきます。はい、じゃあ失礼します。お昼のお会計ですか？うん、ありがとうございます。柔らかい、うん、おいしい。で、今回は1泊2日で、まあ、あの車で福岡から来たわけですけど、で、まあ、この後帰るんですよ、福岡まで、うん、まあ、ゆっくり帰って夕方ぐらいかなって感じですかね、うん、基本あのどこでも行きますよ、うん、まあ、飛行機とかでね行ってもいいんですけど、あの現地での移動とかを考えたらやっぱり車で、ね、来た方が結構僻地ぐらいまで行けるからですね、ちょっと今後もですね、鹿児島、宮崎あたりの、YouTube を増やしていこうかなと
思っております。また泊まりで来たいと思います。さあ、そして、駅前通り商店街って書いてあるんで、多分この辺りが繁華街なのかな。結構閉まっとる店多いね。あのバラックすごい。あのバラックすごくない？ちょっと待って今まで見た中で一番すごいかも。てかね、この辺すごいよ。なんかね、いやいや、昨日泉でアクネすごいですよって聞いたんですよ。で、多分私好みの物件とかいっぱいあるって言っとった。いや、あれはすごいわ。これもうまっすぐ行ったら鹿児島か。あっちがでも栄町って書いてるから、多分向こうも繁華街かもしれんね。高田すごいわ。あ、でもあっちもまだ商店街も一応看板はある。ただ何もないっちゃうね。ただね、こう壁にね結構絵は描いてある。シャッターとか、すごい建物とか、あ、あれ靴の富屋って書いとる。ちょっと待って、ちょっと中に入るか。すごいね、今日めちゃめちゃ天気いいよ。鹿児島暑いけんね、すごい。たださ、そんなに車は多くないじゃん。これ3号線や。今日も、泉の方から3号線を通って、ここ阿久根までやってきました。じゃあちょっと路地裏あたり行ってみようか。わっ、あそこのお店も洒落とる。三春堂。なんか結構レトロなさ物件がいっぱいあるよ。アクネはね、お初ですからね。だから本町電信柱と木内目が乗っちゃった。あ、もうあっち側もすぐ海か。しかもすげえ歩いとらん。みんな暑いけお家におるっちゃうよね。あの家みたい。これかな。
回転食べれるな。あ、これも良くなっとる。これ何？これスイーティーかなんか。何やろ。なんかみかんグループはいろんなのがあるけどよう分からんね。久しぶりに素晴らしいバラックを見ました。これなかなか見れんよ、こんなんは。これ何階建てやろ。3階建てか。すごいね。へえ。これは多分リノベーションしてカフェにしましたみたいな。昔ここまで防波堤でしたとかって、そんなあれやな。こっち側埋め立てでさ、多分よくあるパターンや。あっつい。新町。あ、猫ちゃんや。ここですね。そしてね、足元にパン屋っぽい、なんか飲み屋とかもあった。気温もあるし、ファミリーマートもあるよ。ビジネスホテルと飲食とか。なんかもう葉っぱやん。ハイホテルやな。あ、ハイホテルじゃないや。これ飲み屋のビルだ。すごい。昔は結構お店が入っとったった。わあ。
でも銀行とかさ、病院とかいろんなのあるけん、やっぱここが中心部みたいな感じか。市役所もあったし、もともと富士屋って上に多分買い取るけん旅館やったっちゃろうね。赤ちゃん堂、でかいよ。あっちは？え、これでも貸し店舗って書いておけ、空きもあるってことか。夜になってみてね、どんぐらいやっとうのかわからんね。意外になんか飲食店はねあるよ。これは終わってますね。もっと何屋やったのこれ。すごいことになった。違う、これは何やろ。ここでもさ、あの旧地名がなんか鶴湯引き込みって書いておけん、銭湯がどっかにあったっちゃね。銭湯があったってことはなんかそういう系統の青線だったり、そんなんはないのかな、この地区は。うわ、すごい。これさ、ピエロのなんか顔がいっぱい埋まっとるよ、これ。意外にこれ、夕方とかちょっと怖いね。南。